オニキス、お前は勇者レオと戦ったことはあるか？いえ、ただ噂は聞いております。我はレオと一対一で戦い、全力を出し、そして敗れた。我が死ぬのは別に良い。覚悟をして魔界を出てきた。他の者まで巻き込むわけにはいかない。皆、言葉を失ってしまっているな。あのね、エキドナちゃん、エキドナちゃんの目の前にレオニオン。もう行っちゃえば。でも、動揺するのもやむを得まい。何でもありません。みんな、よくここまでついてきてくれた。最後まで堂々としなくては。みんなのために故郷を良くしたい計画ですな。主演の時におっしゃっていた。すさんだ環境で秩序は生まれぬ。だが、すべては無駄に終わった。一つ断っておきましょう。万能の願望機ではありません。マイクロブラックホールを通じて、半永久的に魔力を供給する。人間たちも同じものを探してはいますが。余計に人間たちとの和解を目指した方が良いのかもしれんな。人間たちと一緒にそんなことを論じてももはや後の祭りだがな。心配には及びません。人間界に私の知る限り賢者の石は二つあります。二つ？つうかお前いい加減こっち見ろ。オニキスは？エキドナちゃん横横。ん？まずお前を騙していたことは謝る。いろいろと事情があってな。二人きりで酒を酌み交わした時に確信した。俺が最近酒を酌み交わし本音を打ち明けたのはオニキスくらいだ。どこだ？オニキスはどこにいた？もしかしてレオがオニキスでオニキスがレオ？もう一つの賢者の石のあるところまで案内したい。死ね。あの時はまだ勇者と魔王の関係だったなって。